皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。いやー、クラッシュに次ぐクラッシュでですね、左上の方4つ終わってですね、終わった段階になっちゃいました。最後ね、これを待ってるところで落ちてしまいまして、残念ながらオートセーブ等がですね、こっからしかなかったので、最後にですね、こちらトライアル、これを倒して終わりにしたいと思います。なのでね、そんなに時間かかんないと思うんですけれどね。とりあえず人員配置しておきましょう。キャットさん。キャットさんはね、こっちだったね。で、ヘッドショット。ここ配置。あと誰だっけな。あれ、なんか狙撃兵足んない気がするな。スクリーマーさんどこ行った？違うね、スクリーマーさんついてる場所違うね。よし。あとノーフェイスもこの上につけようか。多連装は大して使えない、あいつら相手にはね。むしろこっちだよ。よし、これはね、サザンハイブとかそこら辺の装甲のやつには使えるんだけどね、ちょっとそれ以外には厳しいよね。よし、もう全員集合させてますから。あ、バラも。全員集合させてますからね。とりあえず動物部隊、はい、ここら辺にいて。よし、あとは敵を待つのみだな。でね、やっぱりね、おっと、レッドサーベルか。もうすでにこうやって配置させとこう。修理部隊配置させとこう。よし。OK。こうしとけば、よし。変に押されることもないでしょう。さて、残り1時間できますね。あれ、ヘッドショットさん上か。あれ、ここの上いた方がいいな。よし、最後の戦い12分7分1分、プレイヤー拠点進行中。これですね、いよいよ最後の戦いが幕を開ける。ここら辺に設置できたら良かったんだけどね、設置できなかったからね。本来この高さから真下に打ち込みたかったけど、まあその代わりここがあるんですけれどね、こっからね、打ち込みますから。さて、これなんて読むんでしょうね、読み方がわかんないですが、さあ様子を見ましょうか。来るかな、こっちから見えるかな、どうかな。うん、向こっからの向こう、あー、あれだね、ちょっと数多くねえか。数多くねえか、あれマジか。中隊ぐらいいるんじゃない、もう小隊のレベルじゃないんだけど、あいつらやべえな。どうすっかな。守護者も一応撃ってるんだよな。撃てるやつ。クラブクイーンも撃てるだろう。撃てるやつちょっとでも置いとくか。あー、バーンとかは撃てないか。アイゴアも撃てんな。
ちょっと待って。生産部隊じゃねえな。あれ、ノーフェイスどこ行った？あ、上か。ちょっと、こっち置いとこ、こっち、ここ置いとこ。はい。可能な限り置いとくぞ。あ、来た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 。来たか？来ましたね。お、マシナギアイーグルだって。あ、マジか。遠距離武器持ってる。ガーディアン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 。なんかさ、これみんなさ、すげえ義足つけてない？これ気のせいか、これ。義足なんじゃねえかな。で、体調は？あれ？ヨルムンガンド。出てきました。最終兵器が出てきた感じですね。ヨルムンガンド到着。上の部隊だな。さあ、今最終バトルが始まる。ヨルムンガンドやった方がいいんじゃないかな。がイーグル、イーグル、どれ行くかだな。リーダーやるよりもね、ガーディアン意外とね、硬かったんだよ。よし、来たぞ。いや、でもやっぱヨルムンガンドだな。大将、ヨルムンガンド撃ち抜け。よし、当たったな。出血中。他の部隊も撃て。撃てい。さて、始まった。修理しろ。さあ、いけ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 。いや、削れ方が半端ない。一匹も削れてない。あ、ヨルムンガンドでも減ってるよ。あーあーああ、泉さん、ああ、危ない。すげえことになってる。ああ、大変だ。さーて、ヨルムンガンドだいぶ減ってるぞ。あっと、アグヌ、一発か。アグヌ一発で切り抜かれたな。さあ、行け。おっと。あれ？あれ、砲台配置の人どこ行っちゃった？一気にいなくなっちゃったな。あ、待って、想定外。それ想定外よ。やばい、ヨルムンガンド倒して。あ、行くわ。大将撃ち取れ。あ、大将終わった。ちょっと待て。いやー、下に届かない。変なとこ転がっていっちゃったな。これ勝てっかな。きついよな。ちょっと待って。そっか、そういうことか。これにしてなかったからだ。めんどくさいことになったな。こういうことだね。あー、最後の最後でやらかした。あー、しかも取れた。最後の最後でやらかしたな。さて、どうなってる。継承。ああ、イーグルがいんのか。コンドレン。
打ち抜け。よし、イーグルは問題ない。これで倒れてんな。よし、あ、手足はやっぱでもないんだね、やっぱね。よし、ガーディアン削って、アンジェロが死んだ。最終戦争だからしょうがねえな。よし、こっちもやってるぞ、ある程度は。あとは、あとどこで倒れてる。あばい、再起動される。いやー、再起動された。取れるのだけ取っとけ。よし、復活されると厄介だからな。ほい、あとは、あとどれが倒れてるのか分かんねえな。これか。よし、よしよしよし、これもか。オッケー。まあ意外と、でも意外といい勝負してるんじゃないですか。そういけ、チュンコ通せ。よし、オッケーオッケーオッケー、削った削った。チェンコとバルスでこっちだ、いけ。よし、まだ大将がここに転がってんだよな。さてどうだ、いけるか。意外といい勝負してんじゃないか今日は。一番最後の勝負ね。よし、イーグルもやったか。あれ、イーグルどこ行った。イーグルどっか行ったな。あとこれだけじゃない、これを倒せばおるか。おっと、あ、落ちてきた。いや、ガーディアンいたな。よし、さあ奪って、あとこいつだけじゃねえか。戦闘の指導者だ。あ、まだいた、まだいるわ。さあ、いけ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 。倒れたな。回収。よし、順調順調。アンジェロがやられただけか。これが戦闘の指導者ね。よし、まだいるか。再起動中。よし、イーグルか。イーグル倒せ、めった打ちにしろ。よし、倒しましたね。はい、イーグルも特に手足は何か持ってるわけではないみたいですね。ああ、持ってる武器も、うん、そうでもなかったですね。あとは、いました。ヨルムンガンド。こいつを倒して終わりだ。最後はじゃあフリック君行こうか。こいつを倒して終わりだ。起動する前に。フリック君、急いで。最後に。最後に。最後に。よし。29。28。えげつないもん持ってたね。名刀武器があって。これがあって。AI コアと。よし、これにてヨルムンガンドの方はもう蜂の巣になってるのを見ていっぱい刺さってるもん。倒しましたというところで、本来はですね、まだあるみたいです。
気になる方はですね、ヨルムンガンドのさらにその先、まあどこまであるのかわからないですけれども、やってみてはいかがでしょうかというところで、今回の旅はね、これで終わりにしたいなと思います。次回はですね、ちょっと今んとこ考えてるのがフォグマンのモッドみたいのがあるので、ちょっとそれを試してみたいなと思います。ちょっとそれがうまく動かないようでしたら別のスタートでね始めていけたらなと思いますのでね。いやー、今回も非常に長かったです。鬼がちょっと強かったですけれどね、まあそれなりに楽しむことができましたというところで、また次回ですね、新しい旅、お楽しみに。さよなら。